佐藤幸次郎は、日本の政治家、ジャーナリスト。元山形市長。元山形新聞社論説委員。山形県山形市出身。早稲田大学第一文学部卒業後、山形新聞社に入社。金沢忠雄市政課で、市政担当記者を務め、仙台市社長時代、金沢との地具を得て、目をかけられた。論説委員を経て、金沢は、 助役として死に迎え入れる意向であったが、保守系会派の反対により、ワンクッションを起水道事業管理者、収入役を歴任後、1991年、助役に選任される。1994年11月には、7期28年の、金沢路線の継承を旗印に、山形市長選に出馬。吉村和夫との一期打ちを制止初当選する。一期目には、 第6次新総合計画の策定、知る権利を明記した、情報条例の制定のほか、山形ニュータウン開発、JR 山形駅西口再開発など、金沢市長時代からの計画の推進に当たった。1998年には、実質的な新任投票となった、市長選を制し再選を果たす。しかし、1999年11月、 山形市発注の公共下水道工事をめぐって談合が発覚。代表監査委員が山形県警から逮捕され、競争入札亡外法所で起訴されるに至った。また、翌12月には土木業者から佐藤に提供された政治資金が市長の政治資金管理団体である山形雪政会から県選管に提出された1998年度分の 収支報告書に収入の半分が記載されていないとして政治資金規制法違反容疑で山形市秘書課長、山形幸正会事務局長ら3人が山形県警より逮捕されてしまう。これら2件の不祥事に対する責任を取るため佐藤は再選から1年余りで辞任した。ありがとうございます。